アグレッシブレツコはサンリオのキャラクター。2015年にキャラクター開発。同年秋にサンリオが開催したキャラリーマン総選挙で8位に入賞しデビュー。OL として働くレツコが上司や同僚の行動に不満を抱きつつも言い返せず、カラオケでデスメタルを歌い鬱憤を晴らす様子を描く。海外ではAggretsukoのタイトルで配信され、欧米でも同じように職場にストレスを溜めている女性からの支持を集めている。また、メタルと日本文化のコラボレーションも海外での人気の要因となっている。括弧内はモデルになった動物。2016年4月2日より TBS テレビ他にて王様のブランチ内のコーナーアニメとして2018年3月31日まで放送された。1話約1分で全100話。現在、スマートフォン向けパズルゲーム、アグレッシブレツコ、腰掛けの逆襲でのステージクリア特典として、本アニメが視聴可能となっている。2018年8月18日に TBS チャンネル2で一挙放送を実施。以後 TBS チャンネル 1.2 で不定期で放送されている。TBS チャンネルでは、全100話を10話ずつにまとめたものを、全10話として放送。監督は、ラレコ、アニメーション制作は、ファンワークスが担当。サブタイトルは DVD 及び TBS チャンネルでの放送時にのみ併記。エピソード51以降は DVD 未収録。2018年4月20日に Netflix オリジナルアニメとして配信。1話15分全10話。スタッフはテレビシリーズと共通。2019年6月14日にシーズン2が配信された。同年8月4日、シーズン3の制作が決定。2020年8月27日にシーズン3が配信された。同年12月、シーズン4の制作が決定。サンリオ社公式サイトにて制作決定の発表が同月24日付で行われている。また、漫画、アグレッシブレツコ小学生編が別冊コロコロコミック2020年12月号より連載中。いちご新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞では第33回の20位が歴代最高である。アグレッシブレツコは2016年の第31回サンリオキャラクター大賞が初参戦し、総合順位で100キャラクター中50位にランクインしたほか、リルリルフェアリルと共に新人賞を獲得した。2017年の第32回サンリオキャラクター大賞では総合順位を37位に順位を上げたほか、サンリオキャラクターいちご新聞ランキングで前年の69位から29位に大きく順位を上げたことが評価され、ビッグステップアワードを受賞した。2018年の第33回サンリオキャラクター大賞では、総合順位で100キャラクター中20位にランクインされ、初めてトップ20圏内入りを果たした。また、海外では、ブラジル、イギリスでは1位を獲得、イタリア、ドイツ、フランス、アラブ首長国連邦では2位を獲得した。2020年の第35回サンリオキャラクター大賞では、総合順位は80キャラクター中45位だが、アメリカ、ブラジルでは3位を獲得した。また、2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、サンリオキャラクター大賞終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催され、サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、アグレッシブレツコは39位であった。また、いちご新聞2016年5月号にて実施の第2回、いちご新聞サブキャラコンテストでは、ゴリ部長がノミネートされ、50キャラクター中34位にランクインされた。いちご新聞2016年5月号にて実施の第5回いちご新聞サブキャラコンテストでも、ゴリ部長がノミネートされ、50キャラクター中45位にランクインされた。アグレッシブレツコ小学生編に関するカテゴリー。ありがとうございます。